ね、続いて男前ニットって私があのご紹介した男どこが男前なんだって言われるとちょっと私もよくわかんないですけどこの色の配色がすごいね私男前っていうかなんか好きでちょっとメンズライクっぽいなんかちょっとミリタリー臭がするようなそんな気がねそう可愛い感じで、うん、で結構ねリブ編みこれもね気持ちがいいんですよ。このリブはそうだなあのあれに似てる足目ニット、うん、足目ニットのリブに似てるよねそこだとこれ足目ニットの入ってるのがネイビーとこっちはカーキちょっとダークグリーンですね、うんうん、画面上だとちょっと明るいけどこれ足目ニットを前回ご紹介させていただいてたと思うんですけどこれぐらいのちょっともっちり系のニットです、うん、だからあの結構しっかりしてるのであの使い勝手はいいと思います。このニットも着心地あと触り心地がいいっていうのであの再販しても完売したしメーカーさんまた入れるとはおっしゃってたのでちょっとまた発注入れれればネットにも掲載していきたいと思うんですけどそれとあの同じような触り心地のニットになってます。で、ここは、クロスのですねダイヤ編みみたいな感じの、ニットになってこっちはブラックです。でこれもね一色展開です。これかわいいよ私好きねこれ、まあ、それかわいいですよね。そうリブとかも入ってるしそうこの切り替えがかわいいでやっぱりねこれです。細見え効果ただでさえ細いからあれだけど、うん、そう羨ましい。でもこの感じめっちゃ可愛い。綺麗ですよね。私も着ようかなこれね。そう私は今ちょっとガラッと着替えるだけ着替えてみようかな。後ろもこのぐらいの丈感でちょっと広んで帰ります、うん、で彼女が今履いてるのがあの今日今日だよね熊本でご紹介するサタクマのねそうサタクマでご紹介予定のサタデー熊本ステーションのステーションかサタデー熊本であそうそう熊本で紹介するニット部分の色がよくわかりません、うん、ごめんなさいこれね黒なんで色が飛んじゃうんですよ。そう黒なので照明がね飛んじゃうのでなかなかね見えないんですけど真っ黒なんです。サイトの写真は見やすいと、うん、今日見にくいですね今日見にくい？ちょっと飛んじゃうの。そう、黒だからね、飛んじゃうの。黒だからちょっと飛んじゃうんです。ごめんなさい。だけど、カーキだと大丈夫だと思います。どう？ちょっと、そうですね。あの、サイトで見やすいように、うん、また撮り直しておきますね。なんか見にくい？サイトも。私がですね、これ以上近づくと、画面が明るくなっちゃうから、色の感じが。黒ですよ、黒。あ、いいんじゃない？かわいい。このくらいの。入れちゃうかな。入れてもいいし、出してもいいし。すごい気持ちいい。かわいいね、これね。なんか、大人じゃない？男前。大人じゃないこのニット。この首だよね。首がいいね。あ、大人好き。かわいい。ハンサムニットです。そうそう。なんかネイビーっぽく見えます？黒ですよ、黒。黒だよね。黒ですね。私も一緒ネイビーかなって思ったんですけど、黒です。ネイビー濃紺って思ってもらった方がいいかもしれないです。黒だよね。黒にでもここのカーキになんかちょっと色のねあこれはもう完全グリーンです。でもう一色です。なんかごめんなさいもうこれで覚えておいてください。この色でですね。可愛い欲しい。これ可愛い。なんかこれゴールドネックレスとかしたくない？これにちょっと細めのゴールドネックレス。あの写真がそれしてます。あの可愛くないとか言って、それに引っ張られてるだけだから。そうあのちゃん写真がしてる可愛かったよ向こうで。そうそうそう。これが失礼いたします。あのめちゃ一人でわーわー言っちゃってるんですけど、これが異素材切り替えニット。これ13,200円になってますんで、割とあのさっき言ったようにこの古いごめんなさい。ここ。ここがね、体が入ってくれるから、やっぱ全然細見えするもん。カーキの部分の素材は？うん、カーキの部分の素材は、これは、ポリエステルですね。本体がレーヨンナイロンで、こちらがポリエステルになります。うん、綿素材とかではないので、全部化学繊維ではあるんですけど、高見えする感じで着ていただけるんじゃないかなというふうに思います。
チクチクさん、こんにちは。こんにちは。また買っちゃいそう。ちょっと厳選してくださいね。はい、パニックってならないように厳選して買ってくださいね。でも、私たちも厳選して商品はご紹介させていただいているので、その中でも今日の商品はすごい好き。いつも好きだけど、好き。なんかこれは特に好き。すごい、本当本当に今のおやつ本当にカメラで映してたらあやってますってパッと見てみたちょっと冷めたね。本当にこっち側のカメラつけたいよマジで。似合ってる似合ってますなんかね、いいけど、いいけど、いいけど、ありがとう。似合ってます、すごい。うん、分かった、分かった、分かった、ありがとう。でも数があんまりないからさ、そうそうそう、これも一応あのメーカーさんから全部もらったんで、今回で売り切りになってきます。よろしくお願いします。かわいい。あ、そうそう、で、これね、ほがちゃん、この、あれ、入ってるやつ。これマルシャルテルの、予約を受付開始した。感じですよね。そうですね。マルシャルの定番のパンツをスカートに仕立てたっていう山内バイヤー特進の爆弾と爆弾って何だろう爆弾誕生爆裂誕生日本語あんまりよくわかんないんですけど爆裂誕生の、スカート国内のスカートこれね、今日夜改めてご紹介します。これちょっとねこれにはすっごく相性がいいと思って持ってきたんです。これデニムとかでも全然大丈夫ですし、もう通常の着丈なのでスカートとかでもすごく相性がいいような感じでございます。ありがとうございます。かわいい。スカートの紹介ぜひ楽しみにしてください。うん、そうそう、今日やる見てください。これめっちゃいいと思う。これは本当になんかプリーツのなんかねスカートのご紹介をいつも私たちしてよくコーディネート使ってるけど、それのなんかバージョンに そう、ね、そう、次版になりそうな気がしてます。素敵なスカート、ありがとうございます。これいいですね。そう、本当にちょうどいい。私は64センチで来るかな。素敵です。テントも盛り上がったんです。よかった。ちょっと一緒に合わせて聞いてください。